やばい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 、ああ。破れちゃった。おるよー、ここにいるよー。ここにいます。はい、こんばんは。はい、こんばんはでございます。今日はポニーテール。はい、こんばんは。じゃないな、これは。お、はい、こんばんは。こんばんはでございます。今日はポニーテールです。そして今日はなんと夜ご飯開かない。こんばんは。おしゃれな髪留めしてるね。全然おしゃれじゃないよ。全然おしゃれじゃない。こんなやつ、ちょっとアホ毛が出てたから止めてるだけ。こんばんは。今日の夜ご飯はお寿司です。あ、シースーです。シースー、あ、シースーでございます。今日の夜ご飯でございます。どうしよう、どこか。うん、シースーでございます。シースーなのですが、シースー食べます。シースー食べながら配信します。シースー食べるよ。ちょっと待ってね。醤油かける。あ、いい醤油。あー、美味しそう。もう一回。あー、かけすぎた。かけすぎた。ちょっとかけすぎたけど、まあ、いっか。うわー、美味しそうに見えてきた。美味しそう。美味しそうなお寿司を食べます。今日、今から醤油をかけたら美味しそうに見える。では箸で食べたいと思います。箸で食べます。その前にお水飲みます。そう、シースーを食べます。一瞬ピザに見えた。なんでだろう、上のものか。今日は食テロですね。いただきます。いただきたいと思います。いただきます。食べます。でもこれね、いろんな種類があるんですよ。炙りが好きなんで炙り食べます。やばい、
冷たいかも。普通か。おいしい。うん、あ、サビ抜きだ。ラッキー。サビ抜き。イエイ。おいしい。今のは炙りサーモン。これはサーモン。サビ抜き？サビ抜きは甘え、そうよ。サビ抜き？いや、サビ抜きも食べれるんですけど、入ってなかっただけ。あ、サーモン尽くし。全部サーモンです。うんうん、うんうん、トロサーモンですね。トロサーモン、トロ、トロちゃんです。トロちゃん。トロちゃん、サビ抜きです。トロブサーモンだ。トロブサーモン美味しいけど、美味しい。オニオンあるよ。玉ねぎ、玉ねぎ、醤油付き玉ねぎ。この玉ねぎね、辛くないからね、さっきでも食べれる。あ、辛いわ。辛かった。辛い辛い、辛かったわ、びっくり。人参はいらない。にゃ、あ、玉ねぎ臭い、自分の口の中。今配信するメールが来た。確かに今来たね。ポニーテール、今日ポニーテールなんだよ。どう？なんかこっちのけどした。こっち綺麗なのに、こっち変なの。どう？今日ポニーテールなんです。うんうん、ポニーテール揺らしながら風の中、君が走る砂の上。シュシュはついてないです。ついてない。今日は顔が丸いですね。
あうん。おいしい。おしゅし。おしゅし、うまし。スーパーで買いました。スーパー、普通のスーパーで買いました。普通のスーパーです。美味しい。普通のも普通のスーパーで買いました。変だなぁ。今日は耳毛の位置が悪いです。半袖着て寒くない？寒くない。この部屋寒くないんですよね、全然。これ握手会で着たやつ。髪型かわいい。ほんと？ありがとう。ポニーテールや揺らしながら風の中。広島では寿司の上に何か乗せるの流行りなんですか？知らない。これ多分もう乗ってたやつだから分かんない。やっほー。おいしい。ゆっくり食べるのがいいんですよ。そんな早く早く食べさせないでください。喉に詰まったらどうするんですか。おいしいよ。服似合ってる。ありがとう。これ握手会でいつだっけな、いつかのね握手会で着たやつなんですけど忘れました。いつだっけ。幕張かな、幕張かどっかで食べたジネは着たやつ。でも1回しかまだ着てないから見たことない人多いと思う。待って、今ギフトくれた方の名前書いてる。ね、そうそう、今ちょっとギフトくれた方の名前書いてるから待ってね。あ、あぶね、水雲が動いた。うん、うん、違う、かぼちゃじゃねえや、間違えた、いいねやった。
お腹鳴った。お腹が鳴ったよ。かわやんさん。エンドさん。かぼちゃかわいいね。あ、間違えた。ほう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 。うん。無言になっちゃう。ちょっとニック。うん。オッケー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 。なんだっけ。あ、まあ、あ、もうかぼちゃの季節も終わっちゃうね。そういえばもうギフトかぼちゃなくなっちゃう。かぼちゃのちゃちゃちゃ。オッケー。なぜか無言。ごめん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 、ソーリーなさい。壊れた壊れた。壊れてない。これから勉強するから頑張れって言ってください。頑張れ。何しょんって。ギフトの人のね、名前を書いてただけです。勉強頑張ってね。はい、こんばんは。あ、何しょんだって。そういえばサーモン食べとったわ。モレ見て、モレのサーモン美味しそうでしょ。見えん近すぎて。もうこれ、うん、取って。モレこっちから食べるね。サーモン好き？一緒。サーモンめっちゃ好きで。危ない危ない危ない。モレ？どっち？うまみんご。デリシャスデリシャス。デリシャスデリシャス。一口でかい。聞いてほしい。口がでかいんじゃなくて、これがちっちゃいんです。これがちっちゃいんです。普通の大きさじゃないよ、この寿司。ちょっとちっちゃめで作られてるんです。普段はもう、一口、あ、二口ちょっとぐらい。一口ちょいぐらいしか食べんけど。いや、これは、この、お寿司がちっちゃいんですよ。
土がちっちゃいんですこれ本当に本当に土がちっちゃく土じゃねえ間違えた寿司がちっちゃくて寿司がちっちゃ寿司が小さくていや本当です本当ですはえーって言ってるみんなはえーってよく使うよね何本当です喉の調子バッチリ寿司寿司寿司お寿司ですお寿司お寿司美味しいんですよ見るだって大きさ大きさ的にはほらあ待って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 倒れた倒れたやばいやばいやばいあ大丈夫大丈夫はいほらちっちゃいんですよあネギがネギがぶら下がってるほらちっちゃいんですよふん夜ご飯食べてるのにお腹空いてきたほんとさっきが食べるの上手だ上手だからだよんん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 ん何かと比べて映さないとそうだな分かったうんはいペットボトルのキャップとほらちっちゃいじゃんどうよちっちゃいじゃんほら炙りサーモンこれ炙りサーモンほらちっちゃいのあ間違えちゃったじゃん間違えて置いちゃったじゃんちっちゃいの本物本物だし使ってないよ寿司お寿司キャップちっちゃいのだって普通だわ普通だわこれ見ろ普通じゃねえか待って待って偽物のキャップとかあるんですか逆に逆にあるんですかエンゲン法で騙されてるそんなことないよでももうお腹いっぱいになったからもういらないんだよね一個お腹パンパンもうお腹がほら聞こえますか見ますかこのお腹ほらちょっと出てますねちょっと出てますねこれとしてやべえなやべえやべえお腹がパンパンパンですね履いてますよ今日スカート履いてますお腹いっぱいなるよポンポコポンポンポンお腹が鳴ってますね分かりにくい服だなそうこれちょっとねなんか ゆるゆるちょっとあの分かりますこのほらダボダボなんですよだから分かりにくいかもうんちょっと出てるやばやばーいメタボですメタボです今日はメタボダイエットしなきゃね
スカートにナイキの靴下を履いてます。今日は緑のこの服にスカートにナイキの靴下を履いてます。もうなんか見えないからいいかなと思って、そう見えないからいいかなとかって思っちゃってるんですけど、どうですか？ダメ？そう、ナイキの靴下を履いてる。メタボです、私はメタボ。靴下いらない？それはおかしいよ。リップお揃い？本当？うん。あー、お腹鳴った。服もいらない？それはまずい、それはまずいわ。見えなくても気を使いなさい。だってあ、ナイキじゃない、プーマだった。プーマだったよ。さっき大好きありがとう。ヘアメイク用のピン使ってるの。そう、よくわかったね。これ肩がつかないんですよ。そう、かわいいでしょ。ほら、今日のヘアピンはメイク用のピン、メイク用のピンですね。ほらほら、靴下ってさ、あんまりさ使わないじゃないですか。ナイキじゃなくってプーマでした。プーマ見えなかった。ほら、プーマ、あ、プーマです。プーマ耳かわいい。ねえねえ、よく言われる。耳ちっちゃいんですよ。あ、耳かわいいって握手会の時も言ってた。耳ちっちゃいからね。そうなんですよ。日焼けの跡ついてないよ。プーマ、こういうさ、ちゃんとした服着てんのにからさ、プーマの靴下履いてるところ菅原って感じじゃない？でしょ？靴下見えないからいいんだよ。プーマした。プーマの靴下今見せてるじゃないか。そうよ、匂ってきます。どんな匂いする？どんな匂い？めっちゃ靴下見える、見せるやん。新しい靴下買いましたから、明日、もう明日からそっちにします。匂った？どんな匂い？清楚です。清楚です、私は。醤油の匂いだって、やめてや。スープ、運動会のあの匂い臭そう。臭そう。ちょっと待って、ちょっと待って待って待って、ほのたんとどっちが臭いってさ、比べる人失礼だよ。ほのたんに、そんなん、ほのたんの方が臭かったらどうするんですか。誰もなんか、ほのたんの足の匂いなんか嗅いだことないですよ。足の匂い嗅いだことあるのパルトぐらいです。私パルトがパルトがよくね、靴下脱いでるんですよ。あのよくレッスン場であの人なんか知らんけど靴下脱いでて、ほのたんパルトってなんかさっきとほのたんにしか靴下の匂い嗅がさないんですよ。匂って匂ってとかって言って、こうやって靴下を顔の前に持ってきて、匂って臭いって言って、臭いって言って
嗅いでもないのに臭いって言っていう遊びをしてます。ほのたんとパルトと先でやってます。嗅いだことないよ本当は。めっちゃ近づけてくるんです、靴下この辺にスレスレぐらい。この間なんかグレーのね、なんか靴下顔面にひっつけられました。もうと思って。臭くはなかったですよ、でも全然臭くなさっきほのたんパルト靴下選抜誰がセンターかな、パルトかな。さっきとほのたんフロントで靴下選抜しよう。靴下クサクサ選抜センターパルトで、さっきとほのたんフロント悔しいな、臭くなくてうーん臭いな、嗅いだことないですけどね、全然クサクサ選抜。クサクサ選抜第1位は間違えた、今のんちゃんのメール、のんちゃんのメールを送ろうとしてたら のんちゃんって言い、新谷って言いそうになった。違いますよ、くさくさ選抜第1位は三島さんで、第2位が矢野さんで、第3位が私です。間違えた、のんちゃんじゃないよ、しんって言っちゃった。今のんちゃんのんちゃんの配信見てたんですよ、さっきちょっとだるまとか投げて配信見てたんですよ。それでちょっとのんちゃんって言いそうになった。あ、そうそう、ビジネス新谷菅原ビジネス船仮説配信者新谷の配信を見てました。ビジネスとってもビジネス新谷菅原ペアの方の新谷さんビジネス新谷、そうだよ、そう、のんちゃんの配信にね行ってきた。ビジネスですよ、のんちゃんとは。もちろん嘘ですよ、もちろん嘘だけど嘘ですよ。ビジネスだったらギフトなんて投げません。じゃあ最後の一つ食べますね、もう一個ですよ、あと。ごちそうさまでした。おいしい。はい、ごちそうさまでした。おいしい。ありがとうございました。おいしい。おいしい。おいしい。寿司食いねえや。ごちそうさまでした。美味しかったです。ごちそうさまでした。
たまにはください。あげません。たまにはあげません。耳ちっちゃいですからね。耳ちっちゃいですよ私は。ガリは食べないの。ガリはね入ってないんですよね。というかガリはあんまり好きじゃなくて、っていうか食わず嫌いなんですけど、そうそう食わず嫌いで。10月19日誕生日なんだ。そっか、さっき11月14日が誕生日です。わさび平気なん。うん、わさび平気ですね。でもあの固めて食べろって言われたらちょっと無理。ハロウィンナイサー青とねかぼちゃかさそおてるさてをたたけ腰を振れパパ。10日仕事で愛媛に行けないから6時追加しときました。 6? ありがとうございます。ありがとうございます。さてをたたけ腰を振れ年に一度。田中にあげなよ。え、なんかでもコウコと寿司行った時大体いつもサキがガリ入れてあげてますね。ガリいるって言ったら、あーいるって言うから、あーじゃあガリ取るわって言っていつもガリ取ってあげてます。いつもじゃないけど一緒に寿司、お寿司食べに行った時はコウコと一緒に。ん、コウコと一緒にっていう日本語おかしいけど、コウコとお寿司を食べに行った時はだいたいガリは先が取ってあげてるような気がします。ハロウィンネタ。コウコ一人でお寿司行ってた。え、なんで誘ってくれないの。今寿司食べてたんだけど一人で、ほら今一人で寿司食べてたんだけど、サーモンだけだけど。ぼっちで行くんならさっきもぼっちだから呼んでよ。二人とも喋るん。コウコとさきってあんまりなんかそう一緒にいないイメージがあるんですけど、めっちゃ喋りますよ。ていうかなんか一時期ずっと一緒にいたんだよね。あ、なんか今いないみたいな言い方してるけど、一時期なんか一緒にいてみたいな。今一緒にいないみたいな。そう、今別に、まあ今一緒に別にいるわけではないんですけど。イメージないでしょそれな。さっきもだって初期の頃とか全然高校で喋ったことなかったし。めっちゃポニーテールいらせん。ポニーテール、そう。私なんか一緒にいすぎてホテルの同室にもなったことあるし。そうそう、ないでしょイメージないってよく言われる。そうイメージないでしょ。それぐらいがいいんだよ。それぐらいがいい。たたたた硬いで。たまに高校のメールにねひょっこり話してる。ココとスガキの配信は賑やかすぎる。そう、そうですか。でも一緒に配信したのでも5回ぐらいじゃない。仲いいですよ寿司仲間。寿司を食べに行くときぐらい。また肩痛い。そうなんですよ、もう肩痛い。ココと何話すの。なんだろう、特に何も話しません。特に何も話さない。あー、なんだろう、何にも話さない。何にも話さないです。特に。初見です、こんばんは。半袖寒くないの。寒くない。
無言、いや無言じゃないんですけど、ビジネス仲良し、ビジネスだったら一緒にご飯食べに行きません。そう、無言で見つめ合ってるのか。そうだよ、そうそう、いいでしょ、羨ましいでしょ。こんばんは。今日はね、先はずっとお出かけ、はあ、持ってくるの忘れた。ちょっと取ってくるわ。ちょっと取ってくる。取ってくる。かと思った。ビビった。水こぼれたかと思った。危な。死ぬかと思った今。水こぼれたかと思った。危なーい。水こぼれたかと思った。危ね。危ね。一度のカーニバル、びしょびしょになりよったねえ、ほんとにさ変わんないよね。最近ショールーム来んなと思ったらさ、また来たけど、コメント気をつけなってふっ胸小さすぎるから静かにして。今日な、買い物に行ってきたんですけど、そう、買い物に行ってきて服をね買ったんですよ。1個だけ買いに行って、そうそう、もう胸マジびしょびしょになるかと思った。ちょっと飲んどこ飲んどこ。何買った？服、待って、可愛い服だねってまだ見してないんですけど、服を買いに行ってきて、可愛いんですよこの服。見たい？じゃあまだ見せてないんですけど。何？ねえ、まだ見せてない？見せてないんですけど、さあ握手会で着よっかなみたいな。ここ可愛くないですか？ここモコモコなんですよ。もこもこね、かわいいでしょ。ほら、このね下の部分も、こう着たところの下の部分ももこもこにて、ここももこもこ。ピンク色似合うよ。ちょっと待って、どこ、今どこにピンク色があった？びっくりした。今どこにピンク色があったか、ちょっと地味にっていうか全然わからなかったんですけど、かわいいでしょ。かわいいの買った。着てみて。いいよ。緑似合うね。ありがとう。緑は着てる。下履いてるよ下履いてるよって。よいしょ。そのために薄手の半袖で、いやそういうのことじゃないんですけど、かわいい。かわねでしょ。かわねなのこの服。やべ、値段書いてた。危ねえ。カワネでしょ？ M サイズ。
M サイズですよ。この服はい、来ました。これだけですね。あら、かわいい。これがモコモコの、これがモコモコです。ポニーテール、いい感じ。5万円で見えた。値段取ったんですけど、ちょっと値段はちゃんと取りましたよ。ちょっと、あ、まだ見えても全然大丈夫だった。緑5万じゃないよ。そんな服買いません。カレーうどん食べたらもう汚すよ。少女たちよ、もうすぐ夜明けが来る。夢の、おーおー、ああ、これこれ、オッケーオッケー、いいか、いいか、かわいいやろ。ほら、これ器用でしょ、器用でしょ。はい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 、いい感じに脱げました。ちょっと待って、インするわ。あー、でもインしたらこれが見えんのか。まあ、いっか。はい、ここもね、ほらモコモコになってて可愛いでしょ。ほら、わかる？ここがね、モコモコに、白だから見えないのか。ほら、モコモコなんだよ。うん、ラメ入ってる？え？入ってない、入ってないですね。入ってない、入ってないですね。入ってないよ。ここがモコモコ可愛いでしょ。これモコモコ触りたい。だっていつか着ますよ、この服も。でもいつ着ようかな、迷う。可愛いでしょ。うん、可愛い。それな、なんかでも握手会で着ようかなと思ってるんですけど、いつがいいかなと思いまして。いつにしましょう。そう、下はねスカートです。でもこれ迷う。なんかね、ここがね、このスカート、今スカート履いてるんですけど、このスカートがね、インするタイプのスカートで、で、これがね、モコモコなんですよ。わかる？あ、ほら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 、わかる？モコモコなんですよ、ここが。そう、だから、どっちがいいと思いますか？インをするのか、インをしないのか。迷うとこなんですよ。そう、これ、でもインしちゃダメよね、これ。モコモコが見えなくなっちゃう。やっぱアウトよね。だってつま先に指つくってどういうこと？つま先に指がつく、つま先にも指はついてますよ。インしない方がいい、それな。かわいいでしょ、この服。もこもこ、寒そう。
インしない方がいいな、分かんないけど、一回インしてみるか、それもあり。いや案外インもありなんですよね、なかなかセーラー服じゃない。うん、インもあり、インもありです。学生服みたいよく言われる、インもあり。ちょっと今お腹が出てるからちょっとあれなんですけど、インもあり。お腹が出てる今やばい。インもありだけど、でもアウトの方が可愛い。わ、うん、アウトの方がいいんですかね。はい、アウトで。スカートめくってみて。見えません。アウトだね、アウトがいいな。いい感じ、アウトがいいね。見えたらどうするんだ。見えたら見えたで見えたら見えたで、何色を合わせるとか。あ、確かにピンクもあるんですよ。ピンク、モバメ見て横顔。でも今ね頭にピンクついてるから、ピンク、ちょっとピンクのね横顔プレゼントします。はい、横顔ブスですよ。ピンクのねスカートもあるんですよ、これ。あ、ピンクもいいかも。こんなとこにスカートはがないんですけど、ピンクもあるよ。ピンクもあるし赤もある。横顔ブサイクなんで嫌です。これもある。あき、まあ、うーん、何がいいかな。横顔ブスなんで、すごきめっちゃスカートはくんですよ意外と。あの普段はなんかね変な T シャツしか着ないんですけどそう、これ知らないんですか、この柄。これ私誰の真似をして買ったか知らないんですか。あの西野カナさんのチェンジ希望。いいよ。なんかね西野カナさんがねいるじゃないですか、私の大好きな、大好きで大好きで愛してやまない西野カナさんいるんですけど、西野カナさんがねガールズっていう曲のガールズっていう曲の MV で履いてたスカートなんですよ。で、ね、MV で履いてたスカートなんですよ。これすごくないですか。見つけちゃった。下にジーンズとかどうですか。あ、確かに。でもこれが履いてたマネキンはジーンズだった。履いてみて。ちょっとさすがに履くのはちょっと外カメにするな。あ、いろいろ大丈夫。あ、大丈夫大丈夫。あ、これキャリーバッグ。ちょっと待ってな。スカートチェンジ中。スカートチェンジ中。これ急に内カメになったりせんよね。急に打ち仮面になられたらマジでやばいよ、さすがに。
急な打ち込みは半端ないよ。オッケー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 、あ、待って、ズボンが、ズボンじゃねえわ、間違えた。オッケー、はい、ピンク、あ、ピンクもなかなかいけてる、ピンクもなかなかいけてるよ。でも、あー、でもピンクは、あー、ちょっと待ってピンクはちょっとインした方が可愛いかも。ず、ちょっと待って昨日事故ってないよ、昨日は事故ってないですね。難しいね、セットアップって。うきさ、おしゃれとかあんまり得意じゃないからさ、そう、得意じゃないからこういうのがあんまり分かんなくて。あ、ほら、あ、ピンクの方が、ちょっと待って、うん、ピンクの方が可愛い、さっきのより。うん、ピンクの方が可愛いですね。どう？ほら、うん、ピンクがいいな。ピンクの方が可愛い。これで握手会、あ、全然いいですよ。ピンクの方が可愛いね。なんかこっちのスカートだとなんかいまいちだった。これで握手会だな、次。うん、ピンクだな、ピンクがいいね、ピンクにしようっとピンクにしよう。わー、可愛い可愛い、こっちの方が女の子らしくていいと思います、私は。よし、これでいこう。まあ一番可愛いのは袖なんですけどね。でもこっちも好きなんですよ、こっちもいいと思うけどな、色が、ほら、ほら、わかります？あ、こっちも可愛くねえですか、可愛くねえですか、こっちも可愛い。うん、可愛い。うん、可愛いですよね。ねえ。西のかな西のかなスカートが一番いい。え、可愛いよねこれ。これでもね、ウエストが細くないとね、当時は痩せてたんですよ私、細くないとね入らないんですよね。まあいっか、これは、これも可愛いんだけどな、いい感じ、このピンクがいいな。当時は、当時は痩せていたんです私も当時は痩せてたんです。うん、いっか、これで今入りますよ、入るけど、入るけど、まあもうなんか入るけどみたいな。当時っていつ、夏、夏とかかな、夏ぐらい、こんばんは、夏ぐらい、入る入る、入りますよ、入るけど、もうちょっと痩せてからに、それはもうちょっと痩せてからにします。可愛いですよね。まあいっか、ピンクで握手会はこれですね。うん、ひまり、
握手会はこれで、握手会はこれで決まりということで、うん、今お寿司食べちゃったからもう今デブなんですよちょっと今友達がお風呂入ってる騒がしい音が騒がしい音がするけど頼んで違うぐらい入ってる音がやばい。見せてしまってよかったの？うん、全然良いです。ちょっと待って、はい、入るんかな、入る、ちょっと待ってね、ちょっと、はい、ちょっと試すから、ちょっと待って、あ、ちょっとどうしよう、醤油が。お寿司はもう食べました。お寿司食べましたよ、もう。シルエットスガキンシルエット配信、これを履きます。見え方、これを履きます。どこから、あー、了解、あ、余裕やん。あ、入るやん、余裕で入るよ、余裕で入る、入ります、入りました。あれ、なんか落ちてきた。入りました。入ったよ。ちょっと待って、カメラ切り替わらないでください、お願いします。あー、なしだな、なしなので脱ぎます。なしなので脱ぎます、脱ぎ入れます。なしです、これはなし。なしですね。ちょっと待って、無理、もう切り替わったんだけど、危ない、ショールームって危ないですね、危ない、切り替わられても困ります。私、やめてください、ぶんの脱ぐんですけど、ズボンは、ズボンじゃねえ、スカートは脱ぐんですけど、うん、アッシュシュ、真上のこの服も脱ぐんですけど、ちょっとどうしよう、服しまってしまった、立ってみて、無理、もう無理だよ。これから服をチェンジしたいと思います。はい、ちょっと近づきます、ちょっと近づきますね。よいしょ、躊躇してた間に今沈む、遠くに、あ、腕どこ、これ腕どっから出すの、これか、
遠くに見えるってと、ぼや。全然余裕ですね。体操服こうやって着てた時期があったので、切なく遠くに見えるってと、ぼぼや。とりあえず前は隠せれば OK。消えてく確かな。じゃんじゃがじゃがじゃじゃん。ほら余裕でした。はい、残念でした。皆さん、そんな菅原の事故を期待している皆さん、残念でした。見れませんでしたね。残念でした。ぼやー、消えてく。君が好きだけどちゃんと言わなくちゃいけない、見つめ合った瞳が星空になる、舞うか、チャララランララララン、さよならに強くなれ。あ、雲がいなくなったと思ったら雲落ちてた。雲いないなと思ったら、雲落ちてたんだけど。おっとっと、雲落ちてたよ。びっくりした。なんかいねえなと思ったら雲いなかった。あ、雲がいないと思ったら雲落ちてってた。雲事故ってますね。本物の雲？それは気のせい。遠くに見えるって、雲を突き飛ばしちゃった。それな。まあそんな時もある。雲だって雲だってそんな時もある。あ、さよならに強くなれ。ところで下は履いた？履いてない。暑い、もういい。暑いから履かない履かない履かない履かん履かん履きません。あ、ちちちちちちち履きません。もう履かない履かない。履かん履かん。うん。服戻ってた。そうよ、そうなんですよ。履かん履かん。あとね、今日はマスクを買いました。100均で100均のマスクを買いました。携帯どこ行った？ん？そうそう、マスクを買いましたね。100均でスペシャルギフト見てなかった。このマスクは100均のマスクでございます。肩こりひどいです。あと100均のゴムはなんかいろんな色が入ってる。茶色と茶色しか入ってないわ。茶色しか入ってなかった。あとこれも買って、あ、ゴム。あとこれ。これは100均じゃない。これはね、これめっちゃいいんですよ。ちょっと女の子持ってほしい。これね、めっちゃいいよ。これは本当にいい。ほら、山本舞香さんもおすすめしてる。これやばい。これなんかマスカラあるじゃないですか、このまつげ塗るやつ。
これ塗ったらもうトゥルンって落ちるんですよ。そうめっちゃこれいいよ本当に。これね本当にあのうんいい、超いい。試してみて。やだよ今は。やだけどトゥルンって落ちる。やばい、超すぐ落ちる。すぐ落ちますよ本当おすすめ、本当おすすめ。なんかこれをつけて、まあ、5分ぐらい置いといて、置いてお風呂入る前に、お風呂入る前にメイク落とす前にまつげだけ、まつげってメイク落ちにくくて、そう、それでまつげにマスカラを塗っている上に、ま、このビのトゥルンって落とすまつげのやつをこう塗って、でなんかコットンとかでちょっと抜いたら、そうこうちょっとコットンとかで、いやちょっとピピピって拭いたら綺麗に落ちる。そう綺麗に落ちますよ。俺今日すっぴんだから明日使ってみる。ウケる、使ってみて。そうマスカラって残るんですよ、無駄に。本当に残る、別人になるほど落ちる、落ち具合まあ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 そのぐらいですかね。ちょっと立って洋服見せて。無理、いいけど別に上だけならいいよ。次もうズボン履いてないんですよ。ズボン履いてないから、じゃあもうスカート履きます。もうスカート履きます。うん、さっき履いてたスカート履きますね。あの紺色の方履きますね。そうか、履いてないのか。そうなんです、履きますね、履きます、履きますよ。もう初めから履いてくれ。わかりました、もう履きます、履きます、履きます。なあ、だって聞いて、さっきは履かないキャラで行きたかったのにどういうこと、履かない、履かないキャラで行きたかったの。それもそれで問題だけど、ちょっと待ってよ、すぐ気思んない。見えた、見えません。履かないキャラで行きたいんです。はい、履きました、立ちます、全然何もないです。はいはい、うん、靴下は今日はプーマです、ダサいです。はいはい、今日はダサいです。はい、履かないキャラです、どうせよ、どうせどうせ。そしてプーマです、プーマの靴下ですプーマの靴下なんです。今日はかわいいでしょこの靴下めっちゃいいんですよ。舐めてるでしょ絶対みんな。はいはい、この靴下本当に舐めちゃダメですよ、マジでいいから。やばいよ本当。もう一個あるよ。あ、なかったなかったですねダサいです、ダサいんです。足よく上がるね。え、思った、さっきも上がる、それな。ダサいですよ、すごいすごいダサいです、知ってます、私もそれぐらい。ほらダサい、小学校の靴下みたい。小学生の靴下って感じですね。小学生の靴下こんな感じですよね。小学生の靴下みたい。チュー
躊してた間に体硬い。今ギリピンクで女の子感出すのけ。ん？ピンク？私ピンクも何もなくて、あ、やべ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 。ピンクも何もないですよ。体硬い。いくよ。あ、柔らかいわ。柔らかい。なんかスカート、制服のスカートに見えてきた。制服のスカートではないんですけど、制服ですね。あ、違う、制服じゃないんですけど、そうなんですよ。結構あれなんですよ、柔軟とかできるタイプ。躊躇してた間に今沈む、遠くに見えるけどもぼやけてく。めくりません。もう動きません。ここからさよならに強くなれ。そう、ライブの時に開脚できなかった、それな。確かにライブの時開脚できなかったんですよ。全く本当にマジでできなかったっす。怪しい影、私ですよ。ライブの時にめっちゃなんか短いスカート履いとるのにから開脚しちゃったんですよ。マイハの真似がしたくて開脚したんですけど、全然できなくて。今はできると無理。でも今やれって言われても部屋が汚いっていうか、ちょっといろいろ荷物置いてるから見せれないんですけど、認めます。認めました。真備町ので、菅原カンバルじゃねえよ、菅原の足が切れてしまいました。嘘、菅原足太めですよ。足太女です。なんか太ももが太いんですよね、私。ふくらはぎはそうでもないんですけど、ほら、ふくらはぎはそうでもないけど、うん、太ももが太い。部屋が汚いってガオタルと一緒じゃん。だってガオタル部屋汚いの。いや、そう、太もも太いんですよ。太いから太ももは確かにそうかも。細もも細ももはいっか。細ももの方がいいよ。うん、太もも躊躇してた間に今太いけど、でもなんか右だけ太いんですよ。なんか右だけ無駄に太い。左はね、そうでもないんですけど、まあ地球に立ってたら太くなりますよね。うんうん。太い。右だけ太いんですけど、バランス悪いんですよね、足の。右だけ。ないものねだり歌ってほしい。乃木坂さんのですか。利き足だからかな。そう、うん、そうそう、左右違う。え、見たらわかる。やばい、なんか膝が、うん、全然ね、太さが違う。右の方が太い。ああ、手になんかついた。右の方がね、うん、太いです。はい、なんかね、太いんよ。見て、ほら、こっちの足だけ見といてくださいね。ほら、太くないですか。なんかここがね、ボコって出てるし。太いんですよ、私の足って。あざもあるし、ここ
あ、ゾウ昨日見したか。そう、こっちの足だけ太いんですよ、ほら。大変。言われてみればでしょ。ほら、あざもありますよ、しっかり。ここに。そう。そうなんですよ。そうなんです。左足だけ鍛えよう。いやでもなんか、右足だけ太いんですよ。ちょっとじゃない、もうしっかり太くて。しっかり太い。大脚？いや、それほど大脚ではないけど、どうやら分からん。そうなんですよ。もうとりあえずあざが治らないと話にならない。これダンス踊ってたらあざができました。ダメですね、あざができちゃってる。遠くに見、暗闇でつけたあざ。いや、ちょっとこういう曲、こういう曲のダンスでね、うんうんうんっていう曲でちょっとやらかしちゃったんですよ。うん、そうなん、やらかした。あ、もうそろそろじゃあ時間なんで、じゃあ壇上を読みましょうか。スペシャルギフトを読みましょう。じゃあ終了。じゃあ行きますよ。かぼちゃじゃなくて、間違えた。ふうにーさん、かぼちゃ、りんたろうさん、かぼちゃと小判、ゆうじさん、花束、みっちーさん、ハートとかぼちゃ、えんどさん、いいねとかぼちゃ、のっぴーさん、かぼちゃ、 TWA さん、ハート、もふにーさん、だるま、きょうちゃん、いいね、くりちゃん、かぼちゃ、なおや、かぼちゃ、アスタガルサさん、かぼちゃといいね、にっくん、バラ、コバン、ウラッチさん、かぼちゃ、ハート、だるま、ヒデさん、かぼちゃ、たつやさん、タコ、テイカーさん、ハート、カワヤンさん、だるま、トウイさん、タコ、マーコーちゃん、かぼちゃ、ケイちゃん、かぼちゃとハート、ニャンナカハート、マコちゃん、かぼちゃ、ヒオウギさん、タコ、まこちゃん、ハートありがとうございます。あ、そう、明日朝配信5時からやります。5時、起きれる方だけ起きてください。そう、明日朝配信ちょっと早めなんですけど、ん、明日朝配信早めの早めちゃんなんですけど、あ、ちごる、早めの早めちゃんなんですけど、見てください。5時からです。毎日5時からは無理です。無理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 。はい、ってことで5時、5時か5時半か、5時45分か、そのぐらいにやります。うん。じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。じゃあまた明日朝配信やって、夜が多分できるから大丈夫かなと思います。うん、夜ができるからいいかなみたいな感じですかね。お疲れ様でした。ということで、なんか、あ、チコリズ。てことで、皆さん、せーの。バイチャー。おやすみ。バイバーイ。チコリソー。早く終わって。早く終わって。チコリ、チコリ、チコ。チコっちゃう、チコっちゃう。